Me? New York. Are you by yourself? Yes, I'm by myself. Where are you going? A lighthouse. Lighthouse? Yes, where I'm meant to be.一目惚れ？ああ、会った瞬間ビビッときたもんな。そんな面子よくが単別にいるわけねえべ。寝ぼけてたんでねえか？違うって、この前ほら、俺が補習で一本早く来たり乗ったべ、そこに行ったんだって。どこの高校よ？ああ、あれは多分釧路寮なんだ。マスター、マスター無理無理、ここが違いすぎ、俺らと話し合うわけねえべ。マスター？ルーマーに頭関係ねえべ。そうだね。そうだ、関係ねえ。魚も女も同じだ。要は定置を見るみたいに考えればいいんだ。つまりこう網を張りを巡らして入り口のここだけ開けとくわけだべ。でフラフラっと入ってきたところを一気に捕獲だ。なるほど。おう、それでこの間、シュー兄ちゃんが連れてた女、鮭みたいな顔してたんだな。お前ら、嘘じゃねえ。お前、先行くか。おい、こんなとこで油売ってるでねえぞ。おいっす。ごめん、教習所行かなくていいの？やっべ、したらな。行ってきます。お弁当。お母さん今日夜勤だから。分かった、落ち着いてやんだよ。行ってきます。いってらっしゃい。おっさん、あれ学校か。うん、ほら牛乳飲んでけ。ごめん、時間ない。さあ、スピード出すんでないよ。分かってる。りょうくん、おはよう。ここ調子悪いんだわ、直せるかい？さあ、みなみ、なしたの？ちょっとおばあちゃんとこ用事。さあ、いよいよだね。うん、頑張って。さあなら絶対大丈夫だから。ありがとう。ただいま、鹿と衝突して停止いたしました。鹿？ガイナ、こんなに始まってるわ、これ。はい、一発に、はい。
急いでるんだべ。え、大事だよ。試験なんです。試験？俺も。本当に？何時から？10時。おじさん。あ、すいません、公平です。あの、電話借りたいんですけど。ダメだ、畑出てるみたいだ。俺見てくる。あの、運転ってできます？え？まあ、運転はできっけど一応。したら、借りません？え？したけど、それはちょっと。間に合わないと困るんです。お願いします、私の人生かかってるの。あ、え、そっちの試験は間に合います？まあ、したらいいけど。学校へ急いでたらしいんだけど。まあしかし無免許運転はいかんわな。無免許ってあんた運転したの？あ、いや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 、運転したのは娘さんでなくて水産校の男子生徒なんだけどもね。仮免までは行ってたらしいんだけど、しかし仮免は仮免で免許でないもんね。二度と免許なんか取りに行くんでない。したけどあの場合、僕が言い訳するな。お父さん、公平だって悪気があって。悪気もないよね。先方に怪我がなかったからよかったようなもんの、お前がやったことは窃盗だべ。お父さん、ああ、ほら、何やってんの。お父さん、警察さん、話せ、ほら、話せ、ちょっとやみ上がりなんだから。推薦には成績だけでなく日頃の生活作用も関係することぐらいお前だって分かってたはずだべ。いくら急いでたとはいえ、なしてお前が無免許の水産の生徒の車になんか乗ったのか先生には理解できん。それはあの、停学だってよ。え、向こうの男子生徒？そりゃそうだ、無免でスピード違反して盗んだ車まで壊して。うん、とにかくもう二度とあんな連中と関わるんでねえぞ。あの、あれからどうしたかと思って。試験どうなった？おい、ちょっと待てよ。何も無視すること。ダメだった。え？
早稲田の推薦他の子に決まったって。そう、なしたのそのあざ。え、何もいかったのに、かばってくれなくても。あ、いや、したけど、ほら、人生かかってるって言ってたべ。俺はもともと頭悪いし、低学になったって別にどうってことねえんだ。学校休めて帰ってラッキー。受けてみればいいべ。え、本当の試験は2月とかだべ。頭良さそうだし、今からでも全そんな簡単な問題じゃないの。今からなんて、今からなんて絶対無理。何グズグズ言ってんだろ。推薦がダメになったくらいでこの世の終わりみたいに。なったくらいってそんな言い方。あんたら大学で英語を勉強したい、東京に出たいって気持ちはその程度のもんだったの。別に私はいいんだよ。あんたが受験やめてくれれば夜も居酒屋で働かなくて済むし。さえ、何？あんた、ここにあったお稲荷さん全部食べたの？え、ダメだったの？物食べる気力があるんなら大丈夫だわ。本当に落ち込んだ時はご飯も喉に通らないもんね。あれから飯物の通らんわ。さっきアンパン食ってたべよ。アンパンが菓子だべ。菓子食ったって腹たまって。おい、出た出た。はぁ、だからあの子なんだよ、例の釧路涼南の。え、せいじゃないのに。あ、いえ、受験のことだけど。あ、はい。挑戦することにしたから。え、あ、そうなんだ。気にしてると悪いかなと思って。あ、いや、全然。それと、あ、はい、かばってくれてありがとう。あの、これずっと渡そうか迷ってたんだけど。なして、なしてよ。なしてだー。おい、保つ。あ
はい、行くぞ。じゃあどうしよう、捕まえるって。何もらったの？さあ、変なものでないべね。何これ、問題集？うん、うわ、汚い字、しかも間違ってるし。どうしたの？これ高校受験のだ。本当だ。リポーズ、それから C、彼女はという主語を省略して。進学塾？うん、今からみんなに追いつくには塾に行かないと。じゃあ俺釧路でバイト探す。え？したら一緒に帰れるべ。初めて船に乗せてもらったのが小学3年の時、うん、うちのじいちゃん、あの界隈じゃもう伝説の漁師って言われててさ。本当に？ああ。でそのじいちゃんの名前と俺の名前の甲を取って、うちの船には甲 A 丸ってつけたんだ。その頃から漁師になりたかったの？まあいわゆる英才教育っちゅうの。さえちゃんはずっと大学へ行こうと思ってたのかい？中3の時先生に勧められて、お母さんもその気になっちゃって。お母さんって看護婦さんの？看護婦さん兼居酒屋勤務、時々カラオケ。かすげえな。まあカラオケは趣味だけどね。え？結構おめえな。ケツにも脳みそ詰まってるんじゃないかい？ねえ、どこ行くの？教えない。どこ？誘拐。どこ？教えね。きれい。俺こっから見る海が一番好きなんだ。ガキん時から親父に殴られるとよくここへ来てさ。それちょっと羨ましい。なして、殴る蹴るだぞ。見たべあん時の朝。したってお父さんに怒られたこととかないから。え？死んじゃったもん、私が5歳の時に。あ、ごめん。なんも謝らなくていいっしょ。なんだかこの景色懐かしい。初めて来たのに。寒くね。冷たいべ。
木の種だよ。種？うん。ほら見てごらん。こうやって皮を剥いて、こうやって土に撒くんだ。ほら。ここから芽が出るの？そうだな。元気なら芽が出て、いつか花を咲かすかもしれないぞ。花、いつ咲くの？いつ頃だろうな。その時さえはいくつになってんだろうな。さえ。何？もしもお父さんが遠くへ行ったとしても、お父さんはサイのことずっと見守ってるからな。サイ、サイ。あ、お母さんお帰り。お土産、お店の残りもんだけど。これがお母さんで、これが私。へえ。ここどこ？カナダ。カナダ？うん。私ね、この町で生まれたんだよ。へえ。でも、この町のことは何も覚えてないの。物心ついた時には、お母さんと二人で北海道で暮らしてたから。親父さんは？写真撮りに行くって出てったっきり帰ってこなかったんだって。そういう人だったみたい。したけどね、私の5歳の誕生日の時に急に見たこともないお父さんが帰ってきたの。なして？お父さんの病気が分かったから。病気？うん、がん。いつかさ。え？いつか見てみてえな、さえの生まれたところ。私も。なしてよ、タモツ。一緒に漁師になるって約束したべや。なんとなく気が乗らんくなった。そんだけだ。仕事はどうすんだ今から。おじさんのやってる釧路の運送会社行くらしいわ。したけど、なしてあいつ急に。ジェラシーだ。え？お前とサエちゃんに嫉妬してんだ。それぐらい気づけとんか。したけど、したら何のために水産来たのさ。何でもカラーズミ物事決めんのがあいつの特徴だ。そのうちまたコロッと機嫌直すべ。サエちゃん、やっぱし東京の大学受けんのか。そっか。なあ、ヒロシ。あ？俺もしかしたら偽善者かもしんねえ。口ではサイのこと応援してるなんて言ってっけど、たまにサイが大学落ちればいいなんて思うことあるんだわ。なして？したって。落ちたらこっちに一緒にいられるべや。何よ。何よ、もう笑うことねえべ。腹立つな。笑うとこないよ。オープン、オープン。
俺の中学の時の友達の兄貴がさ、先月末広町にシャレたレストラン開いたらしいんだわ。で頼んだらクリスマスイブに席取ってくれるっつんだ。で俺バイト代も入ったしさ。いや一緒にいる時ぐらい楽しい話したっていいべや。こんな時まで勉強勉強って。したってもう時間がないんだもん。分かってる？分かってない。浩平君は受験勉強とかしたことないから分かんないでしょ。したらもう一緒に帰るのやめるべ。俺がいたら勉強の邪魔なんだべ。勝手に一人で勉強すればいいっしょ。まで降りることねえべや。風邪ひいたらどうすんのさ。したって悪かった。本当はね、なして東京の大学受けんだろうって何度も思ったよ。ここにいれば浩平君と離れずに済むしょ。したけどやっぱりやめるわけにはいかない。自分で大学行くって決めて、それからずっとそのことだけ考えてやってきたから。今更やめられない。自分を弱い人間だって思いたくないの。変かな私。なんもだ。頑張れ、さえ。いつか英語ペラペラになって世界を股にかけて歩くような人になれ。そしたら俺は世界の海を股にかけるような漁師になるから。何したのよ。
噂だ。そっか、信じられない、絶対無理だと思ってたから。なんもな、俺は信じてた、サエは絶対受かるって。ありがとう。よっしゃ、おめでとう。いいのかよ、行かなくて。何がさ。さえちゃん、今日東京に行っちまうんだべ。いいんだ、なんもなして。ほっとけ、行きたくねえもん無理に行かせることねえべ。網から逃げた魚追ってもしょうがねえもな。進歩がねえな、シュウ兄ちゃんは。お、人と魚は違うべ。人の心ってのはな、もっと複雑なんだ。何しに来たんだお前。俺らの前には一生顔見せねえのかと思った。まあいいべ。なんだ公平、悪いこと言わねえから見送り行ってやれ。サイちゃんだってお前来なかった。行かねえったら行かねえ。ほっといてくれ。おじさん体気をつけてね。さえちゃん、これ飛行機で食べてって。ありがとう、嬉しい。それも食べて。ありがとう。のんちゃんも元気でね。さえ、元気でね。みなみも、いつでも泊まりに来てね。言われなくたって行くさ。ゴールデンウィークの切符取ったし。待ってる。そろそろ行くか。元気で、体に気をつけて。ご飯だけはちゃんと食べんだよ。さっさと行きなさい。あんたが決めたんだべ、東京行くって。お母さん。何？ありがとう。昔俺がまだ二十歳の春によ、同じようにお前の母さん車に乗せて空港まで送ったことがあるんだ。え？涼子、お前の親父追いかけて外国行くって言い出して、お袋さんにも親父さんにも内緒でだぞ。俺びっくりして止めたんだけど、どうしても行くって聞かねえんだ。マサト兄ちゃんってさ、なした？お母さんのこと好きだったんでないの？しょうがねえべや、行くって聞かねえし。それに俺告白もできなくてよ。そうなの？ああ、したけどな、その時思ったんだ。言うなら今しかねえ。好きだ行くな、好きだ行くな、好きだ行くな、好きだ行くな。運転してる間中心の中で唱えてるうちに空港に着いて。兄ちゃん止めて。あ？お願い車止めて。卒業したら小平くん、ジグザグの前が見そう。揃えママからの手紙で二回泣きそうだった。頑張れ嘘だった。天の川で一年一度の約束をしてI'm not afraid.
そうだね。これが実はお姉さんのシャロットの写真に興味あんの？え？これね、俺の作品なんだ。どう？いいでしょ？サークルとか入るつもりないですから。別にカメラ持ってなくてもいいんだよ。モデルでもいいし。80、60、80？ とりあえず連絡先でも教えてよ。あの、そんな時間ないんです。お金もないし、バイトも探さなくちゃいけないから。失礼します。あ、だったらいいバイト紹介しようか。え？時給2000円で週4日。どう？ま、夜の仕事なんでしょう。失礼します。え？おかえり。兄ちゃん、これ着てたよ。お前、なすって早く言われんだ。なすって、おかり。やだと、ちょっと食べるの食べないどっち。手紙に電話ついたって書いてあったからかけてみた。ありがとう。浩平くんが第一号だよ。マジでか。やった。元気？うん。さえは？元気だよ。今どこ？漁協の前の公衆電話。定置網始まったから朝早いべ。夜8時過ぎると家の中なんまら静かなんだわ。ました。北海道弁懐かしい。何言ってんだ。俺昔から標準語だべ。笑うな。笑うっしょ。笑うなって。1582年、この年はすっごい大事だから1582。だからいちごパンツと覚えましょう。だからこのいちごパンツと一緒に覚えてほしいのは天目山の戦い、本能寺の変、そして山崎の戦いと、これが一連の流れで頭の中に思い浮かべられるようにしっかり覚えましょう。普段はここでバイトして、金が貯まったらあちこち写真撮り行ってんだ。学校は？痛いとこついてくるな。今俺ね、6年なの。子供の写真が多いんですね。うん、僕の心が少年のように純粋だから。いや、ここ笑うとこなんだけど。はい。これは全部学校の写真。いいでしょこの写真。みんないい顔してる。すっごいいい笑顔。おいしさー、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 おいしさー。平沢です。ただいま留守にしています。発信音の後にお名前とメッセージをお願いします。
何べん頼まれても信用部長が判断したことだ。そこをなんとか。組合長お願いします。ケンちゃんよ、ここ2、3年水揚げも減ってるし、大変なのはあんたんとこだけじゃねえべ。漁協もギリギリでやってんのさ。分かってます。滞ってる分はわしが絶対なんとかしますから。もういっぺん掛け合ってもらえませんか。お願いします。リツコ、お茶2つ入れてくれ。はーい。ケンちゃん、奥で話すね。こうちゃん、あんただけだよ、伝票出してないの。早くしないと仕事進まないっしょ。悪い、これ終わったら出すか。ヒロシ、なんかこの頃、こうちゃんぼーっとしてるんじゃないの。これだ。え？夏休みに東京から彼女が帰ってくるはずだったんだけど、バイトが忙しくて帰れなくなったらしい。バイト？本当かな。どういう意味よ。理由つけて男と遊んでんのさ。東京の女子大生がわざわざこんな田舎の漁師と遠距離恋愛するわけないっしょ。お前、公平のこと好きだべ。好きだべ。そんなことあるわけないべさ。全然タイプでないし。したら俺と付き合わね。ありえないっしょ。気抜くんでない。命取られるぞ。すいません。ありがとうございました。なるほど、あなたが例の新米漁師会。意外といい男でないの。で、どうなの。何がですか。遠距離恋愛に決まってるっしょ。ちゃんとうまくやってんの。いや、なんかさえ、あ、いや、さえちゃん、この頃塾のバイトとかで忙しくて、なかなか夏休みも帰ってこれないみたいだし。ぼやぼやしてると東京の男に手つけられちゃうよ。あの何？実の母親が娘のことそんな風に言っていいわけですか？何言ってんの？若いんだもの。恋の一つや二つしなきゃいい女になれないっしょ。別に相手はあんたでも東京の男でも誰でもいいの。でもね、本気で誰かを好きになって後悔のない恋愛をしてほしいわけ。もしもあんたが本気なら、サエのことこっちに連れ戻すくらいの勢いでアタックすれば一生。人生は一度しかないんだからさ。あっという間に死んじゃう人だっているわけだし。お客様、すいません。
の店予約できた？ギリギリセーフだった、ありがとう。旅さんの再会か、うん、頑張ってね。頑張ってね。バイバイ。バイバイ。わっ、教えろよ。やめてください。いいだろ別に。いないですよ。なんで。浩平くん、このお店ね、前から来てみたかったんだ。そう、雰囲気がいい割には安くて美味しいって大学の友達が言ってたから。へえ。予約取るの結構大変だったんだよ。そうなんだ、うん、あ、そうだ、はい、クリスマスプレゼント、ありがとう。何して怒ってるの？何も怒ってなんかねえよ。怒ってるしさっきからずっと。だから怒ってねって。私は浩平君に会えるのずっと楽しみにしてたんだよ。ずっと楽しみにしてたのに。なのになして。俺だってそうだべや。俺だって。出るべ。浩平くん、顔拭いて。怪我したところ消毒しないと。
消毒しないと。会いたかった。すっげえ会いたかった。クリスマスにと思って作ってくれたの。東京には何でもあるべ。下から何がいいか分かんなくて。俺がいつか乗ってみたい船なんだ。私は変わんねえ。絶対一生変わんねえから。平沢さんは4年生ですよね。はい。内定はまだ一社もないんですか。はい。この時期で一社も内定が取れていないのは厳しいですね。将来は海外で英語を生かした仕事をしたいとここにありますけど。はい。だったら留学するとか海外で仕事を探すってことも考えてみたら。
しぶり。ニューヨーク。うん、これから立つんだ。しばらくは知り合いのところに居候しながら写真撮ろうと思ってさ。そうなんだ、すごいですね。すごくなんかねえよ。先輩。ん？私もうダメかもしれない。はい。去年からずっと就職活動してるのにどこにも引っかからないんです。東京にはこんなにたくさん会社があるのにどこにも。私、何のために母に苦労をかけてまで大学へ来たのかわからない。何のために東京にいるのか。わかんねえんだ俺にも。え？何のために仕事してんのか、何のために写真撮ってんのか。俺がやりたかったことって何だったんだろうって。まあ、あまり思い詰めんな。東京で会社に入るのだけが人生じゃねえだろ。じゃあな。話って何さ。まあ座れ。どうしたの？ちょっとサエの声聞きたくなって。あ、そうだ、会社はどうだった？なんか商社かなんかだべ。また振られた。そっか、厳しいな。厳しい。何？どうしたの？浩平君？さえ、俺漁師辞めようかと思う。え？ゆうべ親父に言われたんだ。手放すって。親父、俺が家継ぐって決めた時、漁協から無理して金借りて船買い替えて、その借金が膨らんでどうもなんないらしいんだわ。親父は船売って借金返しながら外でも漁し続けるって言ってる。したけど俺、そっち行っちゃダメか。そっちで新しい仕事見つける。絶対探す。
サイと暮らしたい。サイと一緒にいたい。そんな大事なことはすぐには答えられない。答えられないよ。おい、お前らこの町捨てんのかよ。一緒に一人前になろうって言ったべや。それはそんなに東京がいいのかよ。おかねえよ。なあ、おやじさんどうすんだ。お前はただ冴ちゃんのところに。お前に俺の気持ちわかんのかよ。お前に俺の気持ちがわかるかよ。ああ、話せよ、話さねえ。何やってんだよ。最後の量だぞ。早く支度すれ。水産高校行くって言い出した時、俺が反対したの覚えてるか。ああ、まさか反対されると思わなかった。お前が漁師を継ぐって言ってくれた時、俺は本当に嬉しかった。それは間違いねえ。これ漁師だけが仕事でね、お前はお前の道を行け。みんな、わかった。
罰が当たったのかな。漁師、辞めるなんて言ったから海を離れるなんて言ったから親父が俺のためにずっと無理してたんだ。さえ俺やっぱり東京へは行けない。おふくろや妹のこと捨てらんねは海を離れたりしちゃダメだよ。そうだよな。初めからサイの未来に俺いなかったもんな。サエはちゃんと自分の夢叶えろよ。さよなら。今親父さんの墓参り行ってきた。奥さん、今まで本当いろいろありがとうございました。おへ、
したらな。何さあんたたち、暗いよ。なんでそんな暗いのさ。ゴーちゃん。お。そんなことないべ。そんなことあるしょ。ほっとけ。こいつはよ、いつまでたってもねち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 別れた女のこととか考えててよ。ハム、そのことだけ考えてるわけじゃない。まあ、過去ってのは切り捨てながら生きてくもんでないか。そうでもしなきゃ人間前に進めねえべ。なんだお前偉そうに。保つ彼女できたらしいよ。また嘘に決まってんべ。嘘でね。今度はちゃんと告白した。したら向こうも俺のこと好きだって。いやありえねえ。そんな誰が好きになるかお前のこと。起きた。あいつらは先に帰った。風邪ひいたら困るっしょ。こうちゃん大丈夫？最近のあんた見てると何か飲む？こうちゃん？What do you mean? No, I told you the deadline was yesterday. Okay, then. Make sure you do it by 5 p.m. today. Yes, 5 p.m. Okay? Thank you. I was gonna help, but good job. I got used to this kind of trouble. Sai. Yes? Here's the information for today's interview.Okay, good luck, leader. She's been working very hard. Yeah, she's really changed a lot in the last year. You're burnout. But I have a deadline to meet. 誰かと思った。おかえりなさい。ただいま。Oh my God, June, welcome back. Hey, how are you? June, how are you? June. Oh my God, how are you? How did you get back?
my mask. うまい。すごい食欲。向こうじゃろくなもん食えなかったからさ、何食ってもうまく感じるよ。あ、料理は何でもいいんだ。うん、そう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 。さえのこの肉じゃがが食べたかったの。どうだったカンボジアは。いい写真撮れた。うん、手応えを感じた。いくつか新聞社に持ち込んでみようと思ってる。あ、そっか。プリント手伝わせて。頼む。やった。何？いや、よく笑うようになったなと思ってさ、こっちに来た頃とは別人。そうかな。うん、だってもう顔にいっぱいいっぱいですって書いてあったもん。一人でこっちまで来て住むとこも全部自分で決めてさ、ちょっとは俺のこと頼ってくれてもよかったのに。すいません。まあ、もともと頼れる先輩でもなかったか。でも、私もニューヨークに来て初めて先輩のこと見たとき、別の人かと思った。なんで？なんていうか、すごく生き生きしてた。あの朝さ、ちょうどここから見たんだ、ビルが崩れ落ちてくところ。怖かった。体が震えたよ。ああ、戦争が始まるんだって。偉そうなこと言えないけど、俺なんとかしなきゃって思ったんだ。俺なんかの写真でも少しでもなんか伝えられることあるんじゃないかって。そうだったんだ。まだまだ何にもできてないけど。でも、私先輩の写真好きです。だから、私にできることがあったら。さえ。はい？いい加減その先輩っていうのやめろよ。さえに会いたくて、こうやって命からがら帰ってきたんだから。大げさ。ここ笑うとこじゃないんだけど。さえ、結婚しよう。似合ってる。さえもなんかかっこいいもんね。やっぱ違うね、ニューヨーカーは。死別のお姉さんたちも着いたぞ。ちょっと。おめでとうございます。今ニューヨークなんでしょ。すごい。スタラ英語ペラペラなの。まだ全然苦労してる。本当に？本当だよ。設楽さん、後でね。こうちゃん。はい。はい。
なんかすごい人じゃない？もう大丈夫だか。絶対緊張する。久しぶり。久しぶり。リツコ、嫁さん。俺結婚したんだ。聞いてた、ミナミから。そうか。うん。どうも。はじめまして、平沢です。木内です。はじめまして。リツコ、お前ほら、二次会の余興の打ち合わせ。あ、分かったよ、そんな。ちょっとすいません。いつもあんななんだ。愛想悪くてな。まあでも、まあ、家のことは一生懸命やってくれるから助かってるわ。そう、うん、元気そうだな。ゴーヘイ君もなんかたくましくなった。なんもだんだん親父化してきてんだニューヨークに住んでんだって。うん。じゃあ、わざわざ。うん、まあ、そっか、うん、仕事はどう？まあ、厳しいのは相変わらずだ。なかなか思うようにはな。そう。うん。はい、いや、お待たせいたしました。新郎新婦の入場です。昔から緊張すると右手と右足こう一緒に出るんだ。本当だ。サイちゃん帰ってきてる。なんか料理ケチってない？会費の終わりじゃないでしょ。ちょっと飲まない？うん、いいけど。久々に帰ってきたんでさ、話したいこともあるし。何？ちょっとね。なーに。私結婚申し込まれてしまったさ。嘘。誰？そんなこと言えないべさ。
ただいま。あ、おかえり。醤油安売りしてたから中別のスーパーまで行ってきた。ありがとうね。お母さん、あと私やから座ってて。うん、したら頼むわ。うん。こうちゃんは？さっき車で出てったけど。どこへ？何も言ってなかったから漁協でないの？そう。海の向こうまで連れて行っちゃうかと思ったんだけど、多分もう日本へ戻ることはないと思うし。ずっとニューヨークに住むのか？そのつもり。仕事も今はまだバイトみたいなものだけど、これからちゃんとやれるようにしたいし、それに私結婚するかもしれないから。そっか。おめでとう。ありがとう。あ、アメリカ人か？日本人。その人は、そのサイが結婚するって人はいい人か？うん。そっか。ならよかった。サイはとうとう自分の夢叶えたんだな。なんも。まだ全然途中だよ。今なまってたぞ。私やっぱり帰ってきてよかった。え？浩平君と話すことができてよかった。ここでもういい。ありがとう。じゃあ元気でね。サイも。
になれよ。浩平君。どこ行ってたの？こんな時間までどこ行ってたの？そこおちゃん飲んでたんだ。ヒロシたちと。ヒロシから電話があったよ。みんながこうちゃんを探してるって。携帯に何度かけても出ないからって私のとこにかかってきた。うちはもうダメみたいだよ。これ以上漁協からうちにお金は貸せないって、そう決まったって。もう破産するしかないんだよ。こんな大事な時に何してたのさ。Japan. It was great. Thanks for giving me a vacation, George. This is from Junichi. What? The project he's been waiting for came in. It's a big break for him. Thank you. What?A love letter? Jesse? Yes? We'll probably get married after he gets back. Oh my gosh, you're getting married? Congratulations! I'm so excited for you! Oh my gosh, so happy for you! That's wonderful! Oh my gosh! Congratulations! ご迷惑おかけしました。兄ちゃん。全部終わったから。浩平。今から立つ鍋。送るわ。母さんたちは大丈夫だから、律子さんとこ早く行ってやなさい。浩平、今まだ家のために本当にありがとう。
ただいま。いつか。番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。24日バグダッドの南およそ30キロのマハムディアで取材中の日本人フォトジャーナリストが武装勢力に銃撃を受け死亡しました。死亡したのはニューヨーク在住のフリーのフォトジャーナリスト北見純一さん31歳です。北見さんは20日に現地入りし、車で移動しながら一人で取材を続けていました。A lot of landmines remain in the forest still now. Thank you. Thank you. Thank you very much for coming to Junichi Kitami's memorial exhibit. As you all know, Junichi loved freedom, loved art, loved humor, and was loved by everyone.When I was lost in my life, he lighted my way. After experiencing 9/11 here in New York, he found his purpose in art, which was to photograph the beautiful smiles of children in war zones. I still remember how he always used to say,Even though these children live in horrific situations, they have the most light-filled, gorgeous eyes. And it's my calling to show what lies behind their smiles. He lost his life in Iraq in May 2003. But I truly believe Junichi,is still with us. I hope he and his message will continue to live in your hearts. Thank you for loving and supporting Junichi.
It was an honor to have known you, Junichi. ありがとう、純一。帰ってこないんだもの、こっちが行くしかないっしょ。すいません、心配かけて素敵な人だわ。北見さん、撮った写真見たらわかるわ、その人がどんな人か。いいスピーチだったよ。北見さんもきっと喜んでくれてるんでない？そうかな。そうさ、サエがここまでやったんだもの。こんな遠い町で誰にも頼らずに、よく頑張ったね。よーく一人でここまで頑張ったね。ねえ、さえ、もしあんたが帰りたかったらいつでも帰ってきていいんだよ。あの家も庭もそのまんまにしてやっからさ。ありがとう。でももう少し考えてみる。自分で考えてみる。
Thank you and hope you come again. Thank you. Bye. Bye. This ship is... A Japanese guy left it here a few days ago. A Japanese guy? Young fisherman. The big tuna boat from Japan comes into port every year for supplies. A tuna boat? He said the original owner of this ship was born here. He might still be at the port.口元までな。分かってるって。サエ。サエ。おかえり。おかえり。ただいま。この写真いつの間に撮ったのさ。私はこの年だから恥ずかしいって言ったんだけどさ。なんもだ、恥ずかしいことなんてねえべ。一生の記念だもんな。うん、な、いい女だべ。綺麗だべ。うん、綺麗。もう一生おしまいおしまい。まさと兄ちゃん。お。よかったね。初恋が成就して。
Oh. なんかこの街も寂しくなってしまったもんね。そう？友達ももう地元に残ってる人は誰もいないし、ヒロシも根室に行ってしまったし、結局残ってるのはうちだけだもんな。浩平君はどうしてるの？それがよくわからんのさ。おふくろさんと美香ちゃんは帯広の親戚のとこにいるんだけど、浩平はほら律子とも別れちゃったべ。それで仕事探すって言って出てったっきり。まああいつのことだから元気やってんべ。やってるよきっと。やっててくれなきゃ困るしょ。いらっしゃいませ。言ったべ、漁師はもうコリゴリだって。漁師辞めてきた。え？嘘だ。俺には漁師しかできねえもんな。128円です。ああ6時に終わっから。駐車場で待ってて。ああ、分かった。釣りはいいから。待ってから。ああ、いらっしゃいませ。今年はいい色に紅葉してる。うん、大きくなったね、この木も。そうだね。勝手な人だったわ。え？お父さん、本当に勝手な人だったわ。でもね、最後にお父さん私に言ったの。君と出会えてよかったって。サエを産んでくれて、最後に一緒にいてくれてありがとうって。そう、それだけで十分。幸せだね、私たち。こうやってお父さんに見守られて生きてるんだから。うん。 Once upon a time there were three little pigs. I built my house out of strawI built my house out of wood. I built my house out of wood. Very good. Little pig, let me in, let me in. Knock by the tail on my chinny chin chin. Then I huff and I puff and I blow your house.
洸平くん。さえ。これ。これ書いたの。さえ。「君と好きな日」
好きな人が100年続きます。